猫まんま、または、猫飯とは、猫に与える、飯のように、味噌汁をかけたり削り節を散らしたりした飯である。にゃんこ飯、しー、しー、まんま、とも呼ばれる。鰹節に限らず魚の食べ残しをご飯に乗せた、ものなど、時期通りの猫の餌と解することもある。まんまとは、飯を言う用事語であり、猫まんまは、猫に与える残飯を連想するような、 簡便な混ぜご飯を指す。以下のいずれも犬や猫に与えるような簡単な餌、残飯の様子を提していることから、人の食する簡便な食事として、猫まんまと呼ばれている。鰹節をかけた飯、一般的には飯に鰹節をかけて混ぜ込むが、鰹節の上に醤油をかけるかかけないかも、文化や各人の思考などによって異なる。一部の寿司屋では、 削り節を具にした巻き寿司を猫巻きと称して提供している。江戸時代中期から後期には幕府の腐敗や鎖国を原因とする食料資源の枯渇により貧富の差が広がるとともに貧民のみならず身分の低い節でさえもが上に瀕し安価で調理の勘弁な猫まんまが流行した。当時カツオの産地として名を馳せていた静岡や和歌山。 鹿児島産さんの鰹節が多く使われた。その後、明治維新後の騒乱期から第二次、世界大戦末期まで、庶民が飢餓をしのぐ食料の中心的存在となっていた。その後、これが単に貧民の食料に終わらずに、その独特の風味から、富裕層の一部や、地方の役人なども好奇心から食べるようになった。味噌汁をかけた飯汁かけ飯や、 ぶっかけご飯、犬飯などとも呼ばれる。ガスや電気が普及する以前、炊飯した後の飯を保温、再加熱することは難しく、また怖いが中心であったため、硬くなりがちであった。そのため飯に湯や水、だしなどをかけ、柔らかくして食べることは一般的であった。炊飯、湯漬け茶漬けはそうした食事方法であり、普段の食事から軽食。 あるいはデザート的な食事として、日常のみならず、儀式的な食事においても供された。根尺物語では、肥満に悩む貴族に減量方法として、夏に水めし、冬に湯漬けを食べることを勧める説話があり、朝廷の官人同士で湯漬けを共に食べる儀礼も存在した。室町時代の儀礼書、今川大宗氏には、玄米の怖いに塩が入った汁や様々な具が、 入った汁をかけて食べる式のご飯がもてなしの料理として掲載されている。江戸時代に入っても汁かけ飯がほぼ常食であり、今日は2年の料理書、名阪部類では44種類の汁かけ飯が紹介されている。汁かけ飯はファン場では工事現場の事故を想像させる縁起の悪いものでタブーとされる。また、東北地方においては工事関係者、 鉱山関係者に限らずまたぎ、きこり、牛方馬方など山中で危険な肉体労働に従事する者の間で、汁かけ藩は仕事に味噌をつけるとして嫌われた。牛方の一団が朝食をとる折に一人でも飯に、汁をかけた者がいるとその日の旅程は中止になり、滞在費は汁かけ藩のタブーを犯した者が負担した。ただし、汁かけ藩ではなく、 飯を入れた汁の飲食は許されていた。日本と同様に、ワに盛った飯と汁物を同時に食べる文化のあるベトナムでも、食事の際に汁物をご飯にかけることは頻繁に見られる。また、日本とは違い、大衆食堂等の他人の目がある場所で行っても、マナー違反とはされない。韓国では汁にご飯を入れることは日常的に行われるが、ご飯に汁をかけるのは、 マナー違反であり行う人はいない。ペットの餌代を減らすため、また1970年代頃まではペットフード自体が珍しかっため、日本では人の残飯を猫まんまん、犬飯の状態にして与えることがある。元来が肉食性の猫を米など主に植物性の餌で飼育する文化は世界的にも珍しい。しかし猫は炭水化物の消化能力が 人間は元より犬よりもさらに低い。また犬、猫ともに、人造の能力が人間よりも低いため、人間が好む味付けでは塩分過剰となる。人間の残飯を与えることは栄養学的に忌避すべきである。例えば飯に味噌汁をかけた猫まんまでは、猫にとって炭水化物、塩分過剰、タンパク質不足となるし、ネギ類には犬。 猫の赤血球を破壊する物質が含まれているため、与えると重度の貧血をもたらしたり、場合によっては死に至ることもある。このため、ネギそのものや、ネギ類の抽出物を含むような食品を与えては、ならない。特に玉ねぎは、要注意である。現在では、所得の相対的向上や、また安価な猫缶や、各種のキャットフード、ドッグフードなどが出回るようになったため、 残飯を犬、猫に与える過程は減っている。ただし言葉だけは残っており、キャットフードを猫まんまと呼ぶこともある。工事園第7版、P2259、岩波書店、2018年1月12日第7版、第1冊発行。なお、猫飯を趣味出しとし、猫まんまを含み出しとしている。日本国語大辞典、第18巻。 P485 小学館1976年4月15日第1版、第2冊家計に優しい猫まんまが日本でひそかにブームレコードジャイナ2015年8月30日閲覧 AB 伊藤信弘室町時代の食文化校、飲食の思考都心の成立 AB にたどりゆういち2015 P48 河村啓九1991 P44 にたどり u 1 2015河村けし1991 P46 河村けし1991 P50 日系わがまが食べ物新日本気候汁かけご飯ご飯入れる汁かけるトンネルのこだわり2015年8月閲覧ありがとうございます